はい、こんにちは、こんばんは、ゆうたけです。デイ2パート2、ピクミンのパート2、希望の森から早速やっていきたいと思います。と言ってもさっき撮った後のすぐ後なんですけどね、ちょっと久々にため撮りという術を覚えてじゃないですけど、まあ今一気にできるというか、まあやりたいのもあるし、そんな環境なので、どんどんやっていこうと思います。あ、ダメだ、最初から噛んだ。あ、ダメだ。よし、私のドルフィンゴはピクミンたちのオニオンと共に再び地上に降り立った。一人では不安なのでオニオンからピクミンを呼び出すことにした。オリンは臆病なの不安なのでってことでピクミンを呼ぶのか、これは。というか素直にね、助けを求めれば。よしと、これね、壊せる壁ですよね。ピクミン2をまあ一通りやったので、そこら辺の知識はあります。知識ってか記憶。これ待つしかないのか。そう、ピクミン2はなんかチャレンジモードだっけ。そんなので誰もあのノーミスクリアとかそんなのもやった程度のピクミンやり込み具合はありますね。でもちょっとほんとダメだね、久々でどうなるか。そう、早速あれだ、日にちじゃない、時間が左上に時間の表示があって、これ1日15分とかでしたっけ。それまでにクリアしないといけない。うんだよね。ちょっと早速敵が現れた。倒す。よっしゃ、潰れた。こいつらは上からで一発で潰れる。よし、楽勝だね。早速運んでもらうか。あー、何やってんの。こんな勝手に動いたっけピクミンって。増やせるだけ増やす方がいいよね。あんま考えたくないけど、ピクミンが死んじゃった時用にもたくさんいた方が。いけ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 。あ、何、潰れない。あ、潰れた。よし、オッケー。これで運べ。2匹。あれ、出た。これでいい感じに増える。よし。そして新たなパーツ。お、これは永久燃料、ダイナモ。永久に尽きることのないエネルギー。これで電気をケチらずに済む。今そんなケチってたのか。まだ1日目だからね。1日しかロケットの中で過ごしてないのかな。てかずっと飛んでんのかな、夜は。うわ、早速増えてる。いけいけ。そう、これ花にした方がいいのかな。どうなんだろう。というか時間制限がすごいな。結構迫ってる気がする。どうしよう。こんぐらいにして、あのでかいチャッピーって名前ですよね、討伐に。ああ、これも破壊しないとな。倒せる。こいつなら、いける。いけいけ。多分これで、こいつは倒せたはず。いけ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 。あ、やばい。やばい。足元攻撃すると危ないよ。おし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 。オッケーオッケーオッケー。よし。まずはこのデカ物を、なんとか。ちょっと待って。先にこれやってもらった方がいい気がするよ。ということで、頑張ってね。頑張れ。よし。あ、そうだ、パーツも運ばないとな。ということで残ったピクミンたち。いたいた、2匹。まあいいや、抜いちゃおう。あ、ペレットが1個余ってる。あれ、パレットだっけ。ペレット、あれ、パレットどっちだっけ。どっちかが絵の具のあれな気がする。ペレットかな。
うん、いいや、そっちで由来忘れたけど。よし、こいつらでこれでも運ぶか。まずはピクミン大量生産から。こんなことやってていいのかな。いけいけ。あ、何やってんの、運べよ。何走ってんの、ほら運びなさい。あ、終わった終わった。早いね。じゃあこいつらで、お、もういいや、倒そう。まずは倒す、潰す。で、お、黄色、これはキーピクミン出た。いやー、懐かしいな。本当にピクミンの初代では赤、黄、青の3種類でしたよね。黄色、あれ遅い。来た来た、黄色。おお、こんな耳でかかったっけ。これは色は違うが同じピクミンのようだ。見たところ大きな耳と思われる部分がある。体は軽そうだが赤いピクミンとはどう違うのだろう。とりあえずこいつもピクミンということにする。適当だね結構。でもいいや。ということで早速キーピクミンは増やそう。まあね、まずはピクミンがたくさんいないと始まらないので。よし、その間にこいつでも倒すか。いける、いけ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 。よし、オッケー。いいねいいね。で、黄色。おっと、何をやっている。キーピクミン大量生産。何匹だろう。よし、何をするか。あ、そう、さっきのお宝、 お宝じゃねえや、パーツピクミン2ではお宝なんですよね。パーツで、あー、草遅いよ。葉っぱか。でもお宝に見えるよね。まあパーツか。なんか小学生の時ピクミン2のあのピクミンのお宝を回収する 修正かなんか真似して、よく道端でお宝何歩子とか言って拾う遊びやってましたね。なんかやりたくなりません、あれ。やらないか、せめて男子ぐらいか。あ、ダメだ、あれできない。なんか落ちてるものを勝手に拾って何歩子とか言って勝手に友達と決めつけてやってた懐かしい思い出があります。おっと、お昼を告げた、告げた。ここからはモニターに映し出された太陽メーターに注意して行動しなければならないので、モニターの見方を確認しておく。VR の太陽メーター、日付表示、宇宙服のダメージ。大丈夫ですね、これは。モニターの操作、大丈夫、大丈夫のはず多分そこら辺の記憶ぐらいはあるはずです。よいしょよいしょ。あー、高く飛ぶと操作しづらいあれ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 、はい、あれ、あと、あー、そっか、お宝じゃなくてパーツ回収。永久燃料ダイナモ、これで宇宙服、あ、じゃなかった、宇宙船が明るくなるだろう。ろうそくとはおさらばだ。ろうそく使ってたんですか。ろうそく、ろうそくあるんですねでもまあ一日だけだったから。お、これはいかにも壊してと言ってく、言ってるような壁が。壊しましょう。もっと、あ、そう、爆弾、爆弾ね。これは覚えてますよ。キーピクミンが落ちていた奇妙な岩を持ってきた。どうやらこれはキーピクミンの習性らしい。それにしてもこの奇妙な岩は何なんだろう。何だろう、赤く光るひび割れは内部に高いエネルギーを蓄えているように見える。何なんだろうね。なんで黄色が
爆弾なのか、どんな発想から来たんでしょう、これは。よし、おっとおっと、あれ、なんか今勝手に来た気がする。いや、さっきキーピクミンが持ってきた奇妙な、いわば強力な爆弾のようなものだったのだ。キーピクミンはこの爆弾岩が強力な武器になることを知っているのかもしれない。危険なので扱いには注意しなければならないが、これさえあれば道を塞いでいる大きな岩の壁も崩せるのではないだろうか。取り扱いの注意、うん、大丈夫かね。あ、でもなんかこれ爆弾の操作がややこしかった気がする。多分大丈夫かな。ちょっとね、自爆とか最悪なので。あ、こんなところにも。これで破壊、よし。あとどうする。まだ 3個持ってるよ。おっとおっと、チャッピーがいる。これはどうしようか、後でいいや。先に赤ピクミンたちを。で、あのなんかちょっと見えた変なパーツでも運ぼうかな。回収お疲れ様です。お、つぼみになってる。植えといた方が良さげですね。まだ葉っぱ遅いし、早く、遅いな。こいつらを、よし、まず倒すか。こいつらを潰していける。危ない危ない、来た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 よ、来たよ。危ないな、危ない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 。あ、なんか食われてる音がする。ちょっと、何、いきなり死んだ。待って、いきなり殺しちゃったよ。あー、ダメだダメ、うわ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 、なんか来た、めっちゃ来ためっちゃ来ためっちゃ来た。うわうわうわ、なんか早速結構死んだ気がするんですけど、ちょっと待って、うわうわうわ、何やってんのよ。うわーうわーいきなりやってしまうと思わなかった。まだ嫌がるよ、くそー。お前らのせいで、お前らのせいで。あー、まさかいきなり死ぬとは思わなかった。ってか、オリーマーもかなりダメージ食ってる。ってか、もう死んでる。え、なにこれ、強っ。うざいな、これ。こいつらは攻撃しないんですよね。いきなり死ぬとは思わなかった。うわー、ショック。ちょっともうちょっと簡単に行くんじゃないかとか思ってたけど、難しいっすねでは、いけるか、こんぐらいで。なんと、気まぐれなレーダー。これさえあれば宇宙船パーツの位置が一目でわかる。今日中にこいつは運んでもらえればと。うわぁ、うるさい。そんなやつ運ぶなよ。仲間を殺したやつだぞ。あ、何やってんだよ。運ぶな、運ぶな。運ぶな。そう、こいつ恨むわ。うわ、何やってんだよ。だから逆に逆恨みじゃない。あー、もう何やってんだって。逆に運んで吸収してしまおうか、こいつは。いや、もう、あ、まさかいきなりやってしまうとは思わなかった。ちょっと最初はここら辺で増やそう。どうしよっかな。ちょっともう日没も早そうだし、戻すか。お、花になってる、早いね。こいつ運んでる間に、あとなんかないかな。キーピクミン、なんかグリとか言ってたよねつばみ、あ、花になった後かな。うわ、死骸が。なんだこの死骸の山。うわっ、なんか、おお、着いた。すごいね、なんか質素な感じ気まぐれ、ほんと気まぐれそう。宇宙船パーツの位置を表示してくれる貴重なパーツ、これで、これが見れるのか。おお、あったね。
どうしよう。ここでも壊すか。いやー、ここはまた後日だな。よし、ちょっとこの反り立つ壁を、黒だと3匹じゃ無理だっけ。確か3匹で1段階きついな。運んでしまうもんこいつら、うざいけど。キーピクミンを増やそうの回。あー、何やってんの。これでいい感じに、何匹増えんのこいつは。なんか1匹ずつしか増えない気しかしないんだけど、いっか。おっと、あれ、なんか結構増えんの。お、思ったより増えた。おーっと、もうすぐ日没。タイマーが日没の近いことを告げた。ドルフィンゴやオニオンの近くにいるピクミンは自分でオニオンの中に戻れる。ああ、そう、近くにいたら戻れるんだね。うんうん。だからこれでピクミンを戻さないと、確か夜になってでチャッピーに食べられちゃうんでしたっけ。よし、あとあそこらへん、あそこらへんは大丈夫なのか。ちょっともう少しぐらいピクミン増やせないかなっていう欲望。よっしゃ、お疲れい。最後に、おお、なんかいいのがあるよ。これ運んでしまおうよ。間に合うよ多分。ああ、無理か、間に合え、無理、いけるいける、お前らならいける、頑張れ。いや、待って、はぐれピクミンいない。はぐれはぐれ、ここら辺は大丈夫なんだよね。はぐれはいない、大丈夫。あとこいつらが間に合ってくれるのを信じて頑張れ。俺も手伝う。あー、やばい。あー、間に合い間に合い。あー、もっと頑張ってよ。いやーきつい、いやーきつい。あーあー、ちょっと遠回りしてないで。うわうわうわ、あれ大丈夫今の。うわー、ちょっと今のはいけたでしょう。ここで葉っぱと花との差が開いてくんのかな。でもまあ2日目どうなんだろう。待って、何個やった。 2パーツ、今日2パーツでいいのかな、こんなペースで。ちょっとこの先不安。あ、そう、ファグレピクミンがいたらここで確かチャッピーに食べられるようなアニメーションがあった気がする。遭難2日目、遭難なのかな。この周辺に多くのパーツがあるようだ。レーダーパーツさえ回収すれば情報画面のレーダーが使えるので、 Y でパーツの場所を確認しながら捜索できるはず。しかしここには危険な原生生物がたくさんいるようなので油断はできない。原生生物ね。あ、そうオリマが死ぬってことがありえるんですね。なんかそれもそれでちょっと見てみたい気もするけど。よし、あれ2つ、2つか、そっか、2つか。こんなペースで大丈夫？なんか不安になってきた、この先。ほんと、クリアできなかった覚えしかないから。大丈夫なのかな？ちょっと、ほんとクリアできるかどうか心配です。初見でクリアできんの？このゲームって。いやー、まあ、頑張っていくしかないですね。よし、じゃあ、今回は、これで終わりです。また次回もよろしくお願いします。ではそれでは、ご視聴ありがとうございました。